ポーランド・プロイセン同盟は1790年3月29日にワルシャワで締結されたポーランド・リトアニア共和国とプロイセン王国の相互防衛同盟である。ポーランドは大改革の最中にありロシア帝国やオーストリアに介入されることを防ぐためにプロイセンを後ろ盾としようとした。締結当初からこの同盟はポーランド側にのみ大きな利のあるものであった。 さらに直後のポーランド国内状況の変化により、プロイセンにとってはさらに意味の薄い同盟となっていった。一方のポーランドは国内改革を完遂するために、プロイセンの保護に頼り切っていた。実のところ、この諸改革はプロイセンにとって望ましいものではなく、むしろ自身を脅かしうるものと見えていた。ポーランドが5月3日憲法を採択したことに、伴い1792年に、 ポーランドロシア戦争が勃発すると、プロイセンは憲法について相談されなかったことを理由に同盟を破棄した。1794年のコシチュシコの放棄の際には、プロイセンはロシアと組んでポーランド人を鎮圧する側に回った。第一次ポーランド分割後のポーランドリトアニア共和国と周辺国。薄青の部分がプロイセンの獲得地域。 ポーランドリトアニア共和国もしくはチェチポスポーリタは16世紀後半のルブリン合同による成立以来ヨーロッパの強国の一つであった18世紀後半に至ってもこの国はロシア帝国オスマン帝国に次ぐヨーロッパ大陸最大級の領土を誇っていたしかしその内部では政治や軍事面で破綻が増え続けていた17世紀初頭までにマグナートが地域 またはそれ以上の範囲を支配し、自分たちの特権を弱めうるような改革を一切拒否した。いわゆる黄金の自由の時代である。18世紀後半から試験的な改革が始まったが、これは国内のマグナーとのみならず、国境を接する隣国にとっても面白いものではなかった。当時のポーランド軍はわずか約1万6000人しかおらず。 30万人を要するロシア帝国軍や、それぞれ20万人を要するプロイセン王国軍、ハプスブルク帝国軍の格好の餌食だった。これらの国々は、すでに1772年から1773年に、かけての第一次ポーランド分割で、21万千平方キロメートルの領土と500万人の人口を、ポーランド・リトアニア共和国から奪っていた。 しかしこの後の欧州情勢の変化が改革派に政治的機会を与えた。ロシアとオーストリアはオスマン帝国との戦争に暴殺されており、またロシアはスウェーデンとの戦争も抱えていた。この状況において、ポーランドオスタニスワフ2世アウグストはオーロ同盟に、ポーランドも参加して対オスマン戦争に加わることで、ポーランドの改革を前進させようとした。しかし、 ロシアの国内事情により、この試みは頓挫した。ロシアに突き放されたポーランドは、新たな同盟相手として、花草ヒロシュラン三国同盟に目をつけた。この同盟はロシアを牽制する意図で結ばれたもので、ポーランドはここにプロイセンと手を結ぶ道を見出した。この案は、イグナツ・ポトツキア・アダム・カジミエ・シュチャルトリスキラ・ポーランドの、改革派政治家たちによって推進された。 一方、プロイセンは、三国同盟を利用して、バルト地域に領土を拡大したがっていた。その手段としては、ロシアと戦争するか、ポーランドリトアニア共和国から外交を通じて、獲得するか、またはその両方が考えられた。1791年頃には、バルカン半島で勢力を拡大する、ロシア・オーストリア同盟と、これを抑えようとする三国同盟の間で、 海戦の機運が高まっていた。プロイセンは、ロシアがオスマン帝国やスウェーデンと戦っているうちに弱体なポーランドを勢力圏に取り込もうと目論んでいた一方で、ポーランド国内の改革派は、この状況をロシアの支配下から脱出する好機と捉えていた。実のところプロイセンは、元から同盟に価値があるとは思っておらず、その最終的な成否すら重要視していなかった。 1788年10月13日に、プロイセンの施設ルートビヒハインリヒブッフフールツが、ポーランドの4年政務に初めて条約締結を提案したとき、プロイセンはポーランドで長く不毛な議論が続くことで、ポーランドにおけるロシアの地位が低下することだけを期待していた。その上、プロイセンにとっては同盟締結は、今後のプロイセン・ポーランド関係における一つのオプションに過ぎなかった。 しかし一部のポーランドの政治家は新たに浮上してきたプロイセンとの同盟へという選択肢を唯一の道と考え始めていた。この結果、プロイセン側の予想を超えてポーランドで愛国派が発言力を強めていった。翌年、プロイセンは同盟締結の余地を残しつつ態度を曖昧にして交渉の進行を遅延させることにした。 フッフフルツはこの事態求心の責任を問われ、彼を助けるために、ジローラ・モルケシーニが新たにワルシャワへ派遣された。プロイセン側は、時間稼ぎのために、条約調印前に、ポーランド・リトアニア共和国は、さらなる改革を通しておくべきだと愛国派に伝えるなどしていた。しかし1789年10月、オスマン帝国がロシアに敗北したことが、決定的となり、 国際的な力関係が急変したことにより、ポーランドプロイセン同盟の必要性は大きく上昇した。もともと反応党的な性格もあった愛国派は、急速に国王スタニスワフ二世に接近し始めた。1790年2月から3月にかけて、同盟条約の具体案がワルシャワ・ベルリン間で交わされた。プロイセンが、 グダンスクとトルンの割譲や関税を要求したために、交渉は難航したが、オーストリアが、ポーランド・オーストリア同盟の締結を持ちかけてきたことに、プロイセンが危機感を示し、要求のほとんどを取り下げた。1791年5月3日憲法。スタニスワフ2世やウグストが、聖意を羽大聖堂に入る場面。中央では、政務の議員たちが新憲法の条文を掲げている。 後方には憲法が採択されたワルシャー王宮が見える。条約は1790年3月29日に調印され、4月23日に調印された。両国の間には相互防衛同盟が結ばれ、一方が第三国に侵略された際に他方が援護することが決められた。 条約締結後に立て続けに起こった出来事により、プロイセンにとっての同盟の価値は大きく低下していった。7月27日に、ライヒエンバッハ条約が結ばれたことで、プロイセンは、オーストリアと戦争する危険がなくなり、ポーランドとの同盟の意図は、単なるロシアへの対抗という面に絞られた。さらに9月9日、4年政務は、ポーランドリトアニア共和国領の不可分を宣言した。 プロイセンは、グダンスクとトルンの割動をポーランドに求めていたことから、プロイセンがポーランドと長期的な友好関係を維持する意味がますます失われた。1790年の秋、冬には、すでにプロイセンはポーランドを見捨てて、ロシアとの外交交渉を始めていた。イグナツポトツキは、プロイセンに、時代ポーランドを二ト飛び飛本プロイセンを押すことを提案したが、 プロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム2世は、エバルト・フリードリ・ヒホンヘルツベルクの助言を受けて、これを拒否した。プロイセンはあくまでも、領土活動を求めていたのであり、下手に、ポーランドに手を貸して、ポーランドが強大化すれば、第一次ポーランド分割の際の領土変換を要求される危険性があった。百九十一年に五月三日憲法が採択された際、 フリードリ・ヒビル・ヘルム2世は、表向きはこれをしくしたものの、これはプロイセンにとって憂うべき事態であった。エバルト・フリードリ・ヒフォン・ヘルツベルムは、ポーランド人は憲法に投票することで、プロイセンの王政に、とどめの一撃を放ってきたと述べ、ポーランドの強大化に対するヨーロッパの主旧派たちの不安を代弁した。1791年7月26日。 英独乱三国同盟は事実上ロシアの要求に屈する形でが開始、プロイセンとロシアの友好関係は不動のものとなった。一方ポーランドはスウェーデンとの同盟を試みたものの失敗した。1792年1月、ヤッシーの講和でロト戦争が終結した。4月には第一次退仏大同盟が結ばれ、プロイセンは軍の大部分を 革命フランスに対する戦線に回さざるを得なくなった。一方、ポーランドの一連の運動に起こったロシアは5月18日に、ポーランド領のウクライナに侵攻、ポーランドロシア戦争が勃発した。ここに至って、フリードリ・ヒビル・ヘルム2世やプロイセンの大臣たちは、ポーランドを完全に見捨て、ポーランドをいかに支援するかよりも、いかに来る二度目のポーランド分割に参加するかを考えていた。 すでにルケシーには、プロイセンはポーランドを支援できないとする宣言案を書いていた。6月に支援を求めて、ベルリンに赴いたイグナチ・ポトツキに対し、プロイセン政府は5月3日憲法によって、変わってしまったポーランドにはもはや手助けすることができないと回答した。プロイセンの外務大臣、フリードリ・ヒビル・ヘルム・ボンシュー・レンブルク・ケーナーは、ポトツキに対しはっきりと、 プロイセンが新憲法に賛同できないこと、これ以上は仲介の労を取ることを含めあらゆる支援を行うことはできないことを述べ伝えた。もしここでポーランドを助ければ、ポーランドは改めて改革を進めて強大化していく恐れがあった。1793年1月、ビエル・コポルスカにプロイセン軍が進軍した。これはポーランドの同盟軍としてではなく、 第二次ポーランド分割におけるプロイセンの分け前を確保するための軍事行動だった。同月、プロイセンはロシアとの間に両国によるポーランド分割を確認する条約を結んだ。この分割に反抗したタデウシコシチュシコラ、ポーランド人がコシチュシコの放棄を起こすと、プロイセン軍はロシア軍を援護し、シュチェコチニの戦いなどで放棄の鎮圧に貢献した。 1795年までに第三次ポーランド分割が実施され、ポーランド・リトアニア共和国は消滅した。プロイセンはグダニスク、トルン、その他多くの領土を獲得し、以後123年間にわたりプロイセン領、ポーランドとして支配した。ポーランド・プロイセン同盟の私学的研究は1890年代に始まり、1900年にポーランドの歴史家、 シモン・アスケナジが同盟を外交的、国際的な側面から考察した、プラザミアーズ・ポルスコ・プラスキーを出版した。アスケナジは、同盟が失敗に終わった原因は、プロイセンの現実主義的な方針と比較して下手だった、ポーランド外交にあると論じたが、多くの歴史家たちはこの考えに同意していない。同盟の、どの部分が、現実的で、どの部分が、 ポーランドの政治家たちの誤算を招くプロイセンのフェイクであったかという問題については現代の歴史家たちの間でも議論が続いている。またピオトル、ステファン・バンリチュによればこの同盟からもたらされた利益、不利益についても一世紀以上にわたり結論が出ていない。ありがとうございます。